ライブ準備中です。お待ちください。ただいま準備中です。お待ちください。準備中です。お待ちください。よいしょ、大丈夫かな。よし、そしたら今日は、珍しく誰も来てないけどやっていきましょう。本日のマッツゲームの栄冠ナイムよろしくお願いしますということで、創部3年目ですね。3年目に突入。いきなりアイドルをゲットできたので、めちゃんこいい流れになってます。最初に入部した OB の小山さんも930まで来てます。いい感じじゃないでしょうか。まあ、オーダーはね、ちょっといろいろ考えたけど、もう3年生をちょっとやっぱり外して、1年生4人入れてます。1番広瀬さん、はい、いい感じ、強い。で2番に張さんね。倉本さんこんばんは、来てくれてありがとう。3番にね、村久保さん、ミート対応もついてるしね。で4番にコービー、これだけ残すのは得のお化けなんで。タツさんこんばんは、高評価いつもありがとう。倉本もありがとう、高評価。で5番に2年生なめこ、降格欲しいね。で6番にテポドン、テポドンといえばアーチストでしょ。練習試合2試合終わってるけど1本も打ってないけどね。7番チャボミにアンダー製造機入れてる。でルミちゃんもアーチスト入れてます。まあ、そんな感じかな。いいんじゃないでしょうか。これでやっていきたいなと思います。まあ、エロ本とパリピアね、ベンチ外で。カワウソさんこんばんは、来てくれてありがとう。これでね、夏はやっていきたいなと思います。総合戦力もね、3年目でもうこれくらい来てるんで、あと投手守備打撃と試合数やね。なんでね、練習試合は2試合終わらせてます。ちょっと1試合目はちょっと負けちゃいましたが、2試合目いい感じでね、練習試合できたんで早速やっていきたいと思います。まーっと間違って5を押しちゃったまいいでしょう。休むを押す、アイドルを踏むところが間違ったわ。まあいいわ、いいでしょう。5どう、くじは。うわー最悪やね、うらうら表くじ運悪いな、くじ運悪いっすね。しょうがないけども、とっくまさるね。グラン整備、パリピが上がったとかどうでもいいわ。小山勉強会、はいはい。ここはね、しんどそうだ。慣れないね、職人。テンションを上げ。ここはちょっとね、変えましょう。この1マスを踏むか踏まないかが大事。マッサージ行こう。校長と一緒にエロ本の管理に専念してそう。確かにね。確かに。小山さんいい感じ。もう赤チンはいいな。赤チンは水球で。
コービーは守備で、いや結構強いでしょうこれね。えこれ最初の新ニュースやけん結構強いでしょう。クリボーいらない。守備と打撃だったよね。ミートでいいわ。守備と打撃。あーね、アンリちゃんどうしようかな。アンリちゃん守備上げよう。ナメコも、ナメコはでもコパー上げときたいな。リュウメイこんばんは。来てくれてありがとう。今日はマリオカード楽しかったね。ジョーさん肩で、いやー守備とこか。やっぱりエロ本ミートで。村子もさんどうしようかな。ミート行こうかな。福田さん計測カーブで、美和子請求で、岩岩くんいい感じやね。肩行こうか。あーパー行こうか。チャボミミートで、パリピいらない。ミッチェルもいらないけどパワーで、ルミちゃんパワーで、広瀬さんも、広瀬さんどうしようかな。ミートゴリの増し、いやここゴリの増しでいこう。いや足からいこう。走りたい。テポドンはミート、テンション上げ。本当に上がってるこれ。テンション OK、 上がってないね。おお、みんなノリノリいいね。まあここはお遊びみたいなんで行こうか。あー広瀬さん、広瀬さん行こう。走りたいんだけどね。早速黙々タイム。お待たせいたしました。弱い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 。あー弱い弱い弱い。広瀬さん転がせていこう。ナイスバッティ、いいね。点入らず。テポドンナイス、よく出た。オッケー、先制点で広瀬さん。カード渋いね。まあ、転がそうか。ナイスバッティ、いいね。さすが天聖 OB 305へ欲しいね。ナイスジョーさん、画面外ゴンヌ。よしよしよし、ナイス。小山さんがホームラン打つ。なんで小山さんが打つの。何本目、小山さんも4本目。うん、この能力でねホームラン打てるからね。わからないね、栄冠ナインって。まあ、転がせるぜ。ここは打てないかな。走ろうか広瀬さん。内野安打、オッケー。さあワンアウト一二塁。調査打たんかったね。使う、ちょっとコービー打ってほしい。行くわ。裏ついてるんだよね、任せよう。これやれコービー、いけよ。ナイスバッティング、いいでしょう。よしよしよし、この回あと4点取りたい。ちょっと待ってね、コービー走れる、走ろう。ナイスラン。さあナメコ転がそう、つなげよ。よしナイスバッティング、よいしょ。あと2点、あと2点が必要だ。さあ新村テポドン発射しろよ。使うカードが渋い。転がせ。打率1割ってお前。ナイス、飛ぶなショート。
飛ぶなよ、 B ダッシュしたな、全然遅いでしょ。いやいや届かない、届かない、うん、ちょっとあと1点取りたいから。これルミちゃん走れ、クイックイ、ちょっと待ってね。いやルミちゃん走れでしょ、走るわ。 OK、小山打てる、頼むよ、シングル頑張れ、走れ走れ走れ、いやー無理かー、あと1点やったのに、これ5回ぐらいやばい、うーんこれまずいね、まずいっしゅね、あと1点取りたかったな、これやばいね、広瀬さんも打つもんなこれ。シングル、うん、打つよね、打つよね、これ無理じゃね、これやば、終わりたくないね、張さんでもアウトになりたくないな、これアウトにならんかな、盗塁ならんか、もうこれどうしようもないな、張さんすまん、村久保さんもすまん、いやここは終われないけど、どっちにしろそうか、ダイソーだ、ダイソーか代打出さないとやばいな、ちょっと待てよ、ベタなま、村久保さんすまん、これちょっとね、なんとかこの夏で、この夏で完走したいんですよね。ドルチェさんこんばん、今末新しいで、ありがとう来てくれて、フォアボール、トレアウト、もうアウトにならんし、これやばいな、もういらないこの辺、ちょっとさコビ裏ついたんだよね、コビすまん、申し訳ない、ここちょっとアウトやわ、申し訳ない、ちょっとお前ストライク入れろリムラ、ちょっと野球しろ野球、そうなめこぼすまんなお前な、ストライク入れろって、もうもうね4回で1点取れんことがこういうことをせな赤くなるのよね、しょうがない、 OK、 危ねえ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 、経験値が台無しになるとこやった。さあ雑談タイム行こうか、長くなるよ、ここはここは攻めます、長くなります、せ誰かお題持ってきてくれた、柴犬さん来てくれてありがとう、高橋さんも来てくれてありがとう、長くなりますせ、大山さんもこんばんは来てくれてありがとう、なんだこれ、さあ行こうか、お題小学校の思い出、小学校か、赤星がパワーヒットプルヒ覚えてホームラン打つわ盗塁するわで、おおいいっすねドルジさん、いい感じ、あー夏美さん久しぶりこんばんは来てくれてありがとう、小学校の思い出か、まあ、野球部だったんでね俺、野球の思い出と、あとは何かな、あ可愛い女の子が2人いたわ、それ覚えてる、その子に猛アピールしてたのを覚えてる、
高評価だな、押してくれたし、ありがとう。もう何年前の話だ、小学校の思い出。みんな答えてあげて。あ、見てくれてたのありがとう、夏木さん。あ、ノーアウトか、ノーアウトか、ノーアウトね。まあ、小山さんがね、打たれるわけないんだけど、まあ、速球終わらしとこうか。もう小山さん強いでしょ、普通に。強い強い。あ、もうね、打たれないわ。打たれない。打たれない、打たれない。小学校の思い出、風呂でくしゃみしたら磨かれた。小学生やから全然いい。磨かれたら片付ければいい。全然いい。大人になってしたら大変だけどね。ポケモンで初めて殿堂入りした。おー、すごいね。もうポケモンがあったってこと？俺が小学校の頃はお前、全然違うわ、お前らと。スカウトの選手で、大山さん、星256、強いね。ちょっと待ってね。大山さん、それ2023ってこと？アイテムと本が集まってから来てほしかったよね。これでツーアウト。給食が美味しかった、それは間違いない。俺が小学校の頃な、お前らふざけんな、ポケモン、ポケモン言いやがって。ファミコンが出たんだよ、俺は小学校の頃。年代感じるな、ジェネレーションギャップを感じるな。ファミコンが出たばっかりだよ、俺が小学校の頃は。ふざけんなお前ら、何がポケモンだ、もうなめんなよ。筋肉マンの金消しで遊んでたんだお前、低学年の頃は。なめんな、なめんな。僕が小学校の時にスイッチが出て、ふざけんなお前。ないない、ファミコンが出た、俺の時は。お前ら若さアピールすんな。川細さんでもあれは64は俺ら高校やったかな、大学やったかな、まあそんな感じやわ。うわー、ジェネレーションギャップ感じる、マジで。うわー、これを転がそうか。よし、 OK。 いや、6段ギアのチャリとかなかったよ、俺らの頃。5段までやったわ。 PS さん、クロムさんがそんな感じか、マジか。さあ、波子打とうか。ナイス、 OK。 ちょっと1年生の操作がしたいね。テポドンか、これ結構きついな。ダイダラしてもええけどね、これ。ダイダラそうか、これミッチェル押し押しも高校でスーハミ。マーチョンさんどうも。フリーダム行こうかな。栄冠行くか、栄冠行くか。よし、持ってきた。栄冠打てよ。間違った、間違った、間違ったけどいいや。間違ったけどいいわ。ヒットで。オッケーオッケー。高校でスーハミ。いや、俺中学やったな、スーハミは。中学。間違いない。ドルチェちゃん、ドルチェさんはちょっと下かな、歳は。そしたら。さあ、チャボミー、マーチョンさん高評価いつもありがとう。チャ
チャボビいいね1年生。ただこの回で終わりたくはない。振り出しに戻しましたじゃないよ、実況茶番やわこの試合は。さあルミネ超似てる、ルミネ期待を込めてレギュラーです。オーケー、ルミネナイス、ずっと応援します。ドルチさんその通り、そうドラクエが出た時はめちゃんこ並んでたわ。その通り、その通りでした。送りバント、いやこれルミネ走れるでしょ、走る。へい、これを打たせようか。ナイスバッティン。カオさん3じゃないよ、もうドラゴンクエストよ、元祖ドラゴンクエスト。さあ広瀬さんね、固め打ち も, あもこれは今あれよね、お調子も使ってるよね、流しで。よし広瀬さんいいぞ、4アンダー。リーさんこんばんは、来てくれてありがとう。さあ張さん3点、スリーラン打っても大丈夫やね。張さんここどうしようかな、張さん、張さんに任せようか、ホームラン打ってほしい。張さんが打てんな、父さんが打てない。あーカツアゲは全然あった、ゲームセンターがめちゃんこあったけんね、ゲームセンターがめちゃんこあったんで。これでもあんまり打ちすぎたらあかんね、ゲームセンターのトイレとかでよくあったわ。抜ける、やばいなこれ打ちすぎだね、ホールド注意ですね。5点、2点しか入れねんか、うん、5点で1点しか入れねんか。これでもコービーアウトになりたくない。よし OK、 ちょっと待って、あーちょっと待って、うせえでしょ、やめて、あーもういいわ、もういいうーんいいわ、しゃあない、トンネルのことは頭になかった、しょうがないね、全員出せばよかったね。うん、まあ26アンダー打ったからいいでしょう。スライダーが上がっていく、 OK、 まあいいです、しょうがない。うん、大山さんやらかした、しょうがない、やらかしました私。ちょっと待ってね、あー小山さんこれあれやな、変えよう、小山さんこれ下方向にしよう、微妙な差やけどね、この微調整が大事やから微妙な差なんだけど、この微調整をね大事に。ナメコはパーでいい、張さんは守備でいい、エロホンいい、村雲さんもいい、いいね、いい感じやね、いい感じ、いい感じ、いいです、いいです。ミッチェルも肩にしとこうも、いやーまあいいか、ルミネアパーディー、ヒロスさんは足から OK、 よっしゃ特訓マス、もうこれカード絞りながら行こうね、ホームチェックいらない、直上がりカモンヌ、うん引けないか、これは大事。スカウトチケットは6枚、6枚で十分でしょ、もう1冊買っとくか一応ごめんなさい、スポンジ買っとこう、あとはこの辺かな、ちょっと待ってね、逆転とポジティブでね、よく使うから。なにわの稲妻、うーんミートいらセーフ、
レギュラーが来ればね、文句言わない。特に1年来てほしいね。ちなみに僕も7年目にして初の。大山さんめちゃんこしてんで、もう7年目、早いね。総合戦力感想素晴らしい。みんなもおめでとう言ってあげて。大山さん集計になったから、こっからはもうじっくり頑張れば。クロモさんいけるでしょ、余裕で。ちょっと待ってね、これ仮設シャワーで行こうかな。うん、テポドン来てんな、行くしかないね。お前広角持ってこいよ。いやー攻めよ。男は黙って、阿部ヒアーチストやれよ。未来の4番持ってくるよな。はい、もうお前はもう持ってこいよ、注目集めろみんなの。まったくやり直し。総合戦力完走狙わないと達成しないからね。総合戦力は意識しないと。そこが素晴らしい。でもね、ちょっと待って、闘志ゲットしたっけ小山さん。あ、ゲットしてるんだ。じゃあメンタルでいくわ。テポドンまた来たな、お前絶対持ってこいよ次は。村久保さんも本当はつけたいんだけど、お前選ぶわ、期待してるかな。だから降格はお前、あー大変化球やれよ、発射しろよ、踏ん張れ。もうお前は時間返せよお前、しょうもない、怖いからセーブ。ちょっと待ってね。はあ、テポドン2回も来んなよお前。30分の3、まあ、30人いないかまだ。30分の3なのにお前。チーカー美味しいね。あ、雨使おうか。これはね、どうしようかな。もう小山さんはいいんで、調査行こう。広瀬さん走ろうね。概要欄のね、2022の記録もちょっと2023に塗り替えていかないとな。小山さんが失点する？星9や超えてんだぞお前。いやいや、こんな弱いチームに小山さんが打たれるわけないでしょ。948ですよ皆さん。これは200そこそこのバッターが打てるか、なめてんね。調査もカード死んでるし、もう自由に打たせよ。調査その当たりばっかりやん。これでツーアウト、ランナーありません。まあまあまあ同点ね。また裏やからね、広瀬さんやっと出てくれた。走る3投いけるかしら。ちょっと待ってね、クイックいい、走れそうだね。あ、走れる、攻めるわ。いや、アウトかい、もう腹立つなねえ。調査さすがミスター、確定コンルマンボスキバティ。今放送一発目はやっぱりこの男、長嶋茂雄の確定ゴール。ナイスバッティー。村久保さんも2射連発。ルミネーナイス。ルミネー初ゴールじゃないかな。ルミネー初ゴールじゃないかな。ナイスバッティー。5割3分8厘。いいね。ゴールみんなありがとう。さあ、張さん。広瀬さん。走る。ちょっと変化球投げろよ、走るから。
だからお前盗塁下げんなよ絶対。なんでストレート投げんのそんな都合よく。盗塁下げんなよマジで、シャレならん。長さん走る交尾、これ使おう、使いどころ。これは送りバントヒットやな。あーやめて、弾け、よし、セーフ、ヒットです。しかもさあ交尾も走る。この回勝負です、この回勝負、この回で11点取りたい。使う使う使う、ナミコ三振。お前お前特納使ったんだから打てよ。センター前発射しろ。なんだその打率は。よく選んだ、 OK、 いいでしょう。チャボミ使う、もうこの回勝負だからさ。流しやな、抜けろ、よし、チャボミナイス、 OKOK、 分かってんねチャボミね、えらいえらい。さあルミネ使う、ルミネ転がすやな、ルミネ似てんな、ルミネナイスバッティ、しぶとく抜けていく。ルミネいいよ、最低あと1点。さあ小山さん魔物使ってるよね今、オッケー、打たせよ。よし、え、アウト、今のアウトかな、いいけど牽制アウトやめろよ。わあ危ねえ、アウトかと思った今。なんでそんな早いの投げるのが。お前なんだ一体、やめろよお前、2回も刺すな広瀬さんを。こう打っていい、調査行こうか、10本目。いやー2本目、さすがミスター、ごちそうさまです。2本目の確定ゴール当たり前、マンモスケボティー、ナイスバッティー、さすがミスターやね、うん、さすがミスター。あーこれホームラン打っちゃうと終わっちゃうね。ちょっと待てよ、これホームラン打つと終わっちゃうな、もう裏めんどくせえね、はっきり言って。あ、これアウトでいい、オッケー。高評価10押してくれたし、ありがとう。これ送りバントしようかな、相手6番誰、テポドンか、打てそうにないもんな。まあ、シングルでいいわ。これまたやばいね、またコールド調整がやばい。あ、いいね、打て勝った、 OK。 お前さホームラン打つなよ、シングルだぞ、分かってるよな。そうこの通り、いいでしょう。いやこれ走れるかな、アウトでもいい、走れるんかい。ごめん、チャボミはこれアウトやな、もうこれはアウト。さっきの分もこの試合で稼ごう。相手さ C やったけど D やもんな、弱いな。これはしっかり稼いでいかないとね。フォアボール、うわー、ルミネアウトになりたくねえなー。ルミネすまん、マーチョンさん、ルミネすまんな、代打出してもいいか、代打出すか、うん、代打出そう。ルミネの打率下げたくない、ルミネかなり打ってるから、ルミネ戦略的交代、うん、よし OK。 マーチャーさんすまんね、ルミネこれ速球いっとこう。
応ね小山さん星完走すると思うんだけどね、頑張れば。1年目の OB で星900超えてるのすごない？頑張ってるよね。976でしょ、これも絶対星完走するわ。広瀬さんの盗塁下がったら切れるよ俺マジで。たった県大会で1回2回失敗しただけで下げやがったら怒るよ俺は。俺は怒ります、言っときます。広瀬さんの盗塁を下げたら怒る、それは怒るよ俺は。あんだけ散々低め丸とか切れ丸とか脱三振とかパワープロ2022でつけなかったくせに、たった1回失敗しただけで盗塁を下げたら切れる。盗塁 A なんだから広瀬さんは、やめて嫌がらせ。広瀬さん一応盗塁何本、まだ3つか、あ6個やね今日で6個ですね。ここは攻めるよ。12点ですかね。いやーもうね、広瀬さん2回アウトになっちゃったからな、怖いんですよねこういうのが。そういうのだけ見てるから小波さんは、ご勘弁よな。何回最後の夏の甲子園でお前三振とお前対チャンス F に下がったか、佐藤俊也と立花ね、もう今でも忘れない。嫌がらせでしょあれは。自動3つの三振で三振ついたからね、立花なんか。そう、クロームの言う通り、赤つけんの早すぎ。これ12点まで行こう。スリルを味わおうじゃないかみんな。一応みんなとパワープロ2022160年やって、なんと勝率9割並ぶって結構すごいよな。あとでしっかり YouTube のコミュニティと Twitter にツイートしとこう。これを超えたいねパワープロ2023では。やっぱりね目標を決めとかないとね。勝率9割並ぶ超え、いやここを打つんかい、ええー、けど。もうなんか急に打ち出すからねこれ。もう出たデッドボールね、得意の。はいはい、4点差になっちゃった。ようやってくれるわ。もうあ、ランナー出るね、小山さん、ナイス。さあ、広瀬さん、絶対打てる。盗塁下がんなよ。シングル。いやー、アウトか、いいでしょう、しょうがない。さあ、張さん。いや、5しか持ってきてないのか。これはもうシングル狙おう。そう、その通り。さすがミスター、セコもしてますか村久保。これはねセンターで行こうか。この回ちょっと1、2点取っときたい。あーセンターフライ。まあ張さんが盗塁できるねこれで。さあコービーここ絶対打てよお前4番。よしシングルでいい。なんで転がさないの、なめこが出る。ちょっと待ってこれあかん、この回追いつかんとやばいから。八浦やからもうやめてこういうの。お前無理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 。1年生お調子もん使いいの。おいこの回追いつかんとやばいぞ。ええかんやれよお前。オッケー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 。打てよ。しっかり。
これは見ようか。ランナー食べることが大事。よし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 。チャボミも大だよね、これは。ファースト。岩岩くんか。まあ、オキシロール行こうか、これは。シングルな。あー、当たり前。ダイヤモンド持ってこい、ゴンヌ。さすが、オキシロール。チャンス G から E に上がった男。さあ、アンリちゃん出る。あ、ここも守られるね。一応取っとこう、これは。あー、ここ小山さん変えてもいいね。いや、小山さんこれ送りバントでいいわ。おっと、ラッキー。こうなるとちょっと追いついとこうか。小山さん、まあ転がせんで大丈夫。うん、ですよね。当たり前。倍返しよ、倍返し。もうこの回で終わってもええわ。この回で終わってもええ。この回で終わってもいい。ノーアウトやからね。この回で終わろうか。キミコ出しとこう。広瀬さん、送りバントヒット。広瀬さんは送りバントヒット。あー、そっち側に転がした。セーフ。え、エラーかい。しかもまあいいわ。盗塁を稼いでいく。7持ってこいよ。6か。セコもしてますか。お願い、長さん。まあいいでしょう。ナイスミスタータイムリー。さあ、あと6点取れる。まあこの回で終わっていいね。もノーアウトなんで。長さん走る。この回で終わろう。村雲さん、村雲さん、これセンターやめよう。転がせ、いこう。抜ける。転がさないやつ。あと4点で終わるね。終わっていい。これは終わっていい。まあ、盗塁もいっぱいできてるし、これは転がすよね。ナイスバッティング。当たり前。コービーダイソー出そう。十分十分。ようやってるわ。みんなスリル味わってもらえましたでしょうか。あ、岩岩くん転がす。うーん、もう余裕ですね。この回で終わります。終わります。余裕で終わります。ごめんなさい。栄冠か。5点。いやー、まだ終わってほしくないけどね。まあもうこれもう終わるから、絶対これフリーダム出すか。終わるから。うん、抜けない、抜けないけど落とすやろ。取るか。取った。さあ、オキシ、オキシ勝ち込んで終わっていいわ。やれ、帰ろうか。いや、詰まってんな。これ取っていい。あ、取れよ。もうエラーすな、エラー。もう、まあ、なんだかんだ、なんだかんだ打ててるんじゃない。23安打打ってる。いい、もう終わろう。23安打打ってます。アンリちゃん決めてえよ。まあ、決めなくてもいい。いやー、帰ろうか。アンリちゃんの確定ゴーンヌ転がさないやつ。グッバイ。そんなに喜ばなくていい、茶番やから。お疲れさん、全員出したし。裏でこんだけ打席数回せたら合格点でしょう。ホームラン6本。はい、よし。広瀬さん盗塁回避。危ねえ、怖い怖い。盗塁回避。危ない危ない。うわ、怖かった。ぶっちゃけ怖かった。はい、回避回避。日頃の行いがいいからね。うん、危ない危ない。危ねえ。雨使います。
7月20日お願いします。心優しい人。まあこれカード変えたくないのは結構いいよね。 T で、あー感染使えばよかったな。まあいいわ、感染使ってもいいね。これね、感染持っとったって意味ないんで感染使おう。学力ナイス。これはコースも残しときたいかな。遠投使うか、いや総合練習残しとくか。まあ一応テンション見とこう。あ、みんなノリノリ、やる気まんまやね。エントリー行こう。7月20日助かります。これは張さん行きたいかな。うん、ちょっと1年生テポドンはちょっとまだ早い操作はね。なんかさ、昼間めちゃんこあったかくなってきたけど、まだ夜はちょっとピヤッとするよね。気温差が激しいからね、みんなも風邪ひかないようにね。 C ね、気温差が結構激しいからね。いや、これ走れる。よし、3投決めていく。調査ここタイムリー打とうか。ナイスバッティー、さすが長嶋茂雄。高評価12押してくれたし、ありがとう。ナイスルミネ、画面外ゴールの2試合連発、いいねルミネ。ちょっと待ってね、少々お待ちを、すいません。さあ張さん、広瀬さんね。いやこれ2は無理やわ。出たの、ここ打てないか、しょうがない。ほんと困る。まだ一桁ですから。あ、川尾さんのとこ一桁か。まだ結構きついね。それは一桁はきついよね。気温差が激しいよね。風邪きそうなの、喉が痛いもん俺も今日。若干喉が痛い。若干ごめんね、咳込むことはあると思うけど、今放送はご了承いただければと思います。張さん6打たないんですよね。これシングル狙おう。これはよし、 OK、 狙い通りシングル狙おうって言って、シングル打てるか、こうも簡単に。カビですかね。アワヒはいらない。ナイスバッティー村久保、 OK、 いいでしょう。カオスさん本当やね、昼はあったかいんだけどね。ちょっと待ってね、すいませんね。さあコービー、コービー勝ち込んでほしいな。行くか、頑張れ徳のお化け。よーし、うちの4番はお前だゴンヌ。ナイスバッティー、唯一の3連レギュラー。いや表焼け持っておくとルミネレター、小山さんがここで魔物がある、引っ張りで。走れ小山さん、アウトか。さあ広瀬さん使う。セーフティー行こう。うまい、セーフー。うわー、これ走らない、これ走らない。7持ってきてるんで、調査行けよ。まあ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 、ええでしょう。セコムヒット OK。
勝ち込んで欲しかったけどね。走ろう、牽制アウトやめろよ。ゴーンのありがとう。村駒さんカード渋いな。センターで、あー超えてないか、いいでしょう。おっと、小山さんの操作ツーアウト、ベタ生、速球いっとこうか。打てない打てない、お前小学生とお前プロ野球がやるみたいなもんだろう。ナメコ打っていいぞ、抜ける。テポドお前2三振してんな、お前やる気出せやる気。うわカード渋、転がそう。さあセンター前へ発射オーライ、やれよ。そうそれでいい、お前はそれでいい。でも不発弾みたいな当たりやったな今、ボテボテ、うん、よく超えたわ。ダイソーかな、アンリちゃん、いやクリボーで走れそうやけど、まあアンリちゃんでいいわ。アンリちゃんで走ろう。さあここでチャボミー転がそう、ナイスバッティチャボミー、羽ばたいていく、いいね。苦しい展開ないけど、もうおー3の3ちょルビレー6割超えてるわ、やば。ナイスオファースト、オキシが守れるんか、これ走っときたいね。変えよう、ルビレーのカード変えよう。ルビレーめちゃんこ打ってんね、ゴー持ってこい。いやーこれは阿部日に頼れない。あ、阿部日に頼るか、いや転がそう、これは転がせです絶対。いやーダメかルミネ、オッケーオッケー。今阿部日やったか、小山さんね。三振、セーフティー行くわ、うまい、セーフー、完璧。広瀬さんナイスバント。張さんまた7持ってきた、盗塁したいんだけどね。広瀬さん盗塁何歩だ、2、9、結構いいペースだよね。広瀬さん走るわ、これで10。いやーやっぱ豪華、あ豪華、シング狙おう、シング狙います。やーん、セコムしてますか、転がさないやつ、確定ゴールドマンボス決めて、結果オーライ、さすが張さんナイスバッティ。いやマンボス気持ちいいでしょ今の、転がさないやつインハイね、素晴らしい。ゴンヌ、いやいやまだ打つよまだ打つよ。表最高、よしコービー勝ち込んでいい、2試合連発。超える、超えないか、よく打ったねよく打ったね。6点いいね、何これ、ああいいわ。小山さんね、あわよくば170キロ行きたいんですよね。雑談タイムに入るからお題をよろしくお願いします。ショーンヌってなんかわからんわ、カオさんショーンヌってまたまた笑うな外側。ルミネ、ルミネ可愛いから投げてもらおう。
これちょっと長くなるよ。7点取らせなきゃあかんから。長くなるな、ここは。いやーこれ1年生多分結構育ってるわ。まだ今のところ2試合でしょ。信頼度見てみようか。あー広瀬さんかなり上がってんね。盗塁までしてるから。ルミネーもぼちぼちやね。あ相手のランク見てなかったね。足やね。一応強いね。あと4点、あと4点。あと2点。あと1点。うん。ちょっとテポドンとか下げてしまったからね。まあまあしょうがない。ルミネがピヨった、ごめん。打たれないよ、小山さん。読んでも打たれない。うん。読んでも打たれないから。はいはいはい。広瀬さんも普通にショートうまい、1年から。ね。さあ、もっと打とうね、なめこから。ナイスバッティング。軽々打つね、軽々。さあ、アンリちゃん走る。セーフ。アンリちゃん使う。いや、これは転がすです。分かってます。ナイスバッティ。もう言うことなし。何やってる。野球しろ野球。盗塁できんだろうが。オキシロール、ああ持ってきちゃった。さあ、もう何点取れるかな。これ30点コースかな。これ抜ける。はい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 。トンネル砂手も広瀬さんの時はしないでね。トンネルはルミネ、ルミネ4安打打ってほしい。片目打ち持ってこよう。ルミネいけるよね。いやールミネアウトか。まあエラーか。アウトですね。小山さんを下ろしたくない。まだ、まあ、送りバントでいいかな。ここはワンチャンヒットある。おーヒット。広瀬さんカード渋いけど転がせですね。転がさないやつでもいいよ。ナイスバッティー。一塁止まって。広瀬さん止まらんね。足が速いね。盗塁したかったな。ここでこの男の登場だ。さあ勝ち込んでいい。長さん遠慮せずに打っていい。いやー犠牲フライか。参りましょう。うん、犠牲フライにならないやつ。マジか。村小もさん、まあ安打製造鍛えるか。 OK。もう野球しないと。相手高校はまあ20点は堅いですね。いや30点は取りたいね。これね、この試合は30点取りたい。 OK。 軽々打つね初球を。余裕です。ちょっと待ってね。なめこカード渋いな。なるほど。まあ、送りバントヒット狙いますか。ここはカードが渋い。あー無理だね。おっとラッキー。さあこれなめこが走れる。相手ピッチャーいないねこれ。さあアンリちゃん、はい抜ける。
いいね、トンネルしないの偉い。30点は絶対取る。もう牽制いいって。 OK、 まだまだ打てるよ、まだまだ打てる。中途半端に打つらその通り。ああ終わらないね、守備が終わらないね。川内高校の皆さん、ルミネ、ルミネちょっとあと1本ヒット打ってほしいんだよね。よし、片目打ちゲットのチャンスね、一応。ああもうこれね、小山さん変えてもいいんだけど、ちょっとルミネで走ろうかな。岩岩くんが走れるね、これ。はい、ナイスラン。小山さんのカードが変わる。シングルでいい。頑張れ。あー、まあこれはアウトですね、しょうがない。ワンチャンある？アウトね。さあ、こっからどれだけ粘れるかやな。広瀬さん、頼むぞ。抜ける！盗塁できる！さあこの男の登場だ。走る調査、7持ってこいよ。6か、6ですか。いやーもうこれはごめん、6いけないわ。転がっていく。よし、そう、それでいい調査。 OK、 2打点なるかな。ストップでいい。まだまだ遊べるよ。クイックシーカーも一応走るわ。 OK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 。 あぶねー、アウトのタイミング。村久もまだ打てるんです、まだ打てるんですね。ね、30点コースって言ってるでしょ。いや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 、まだまだ打てそうだね。いやー、内野です。アウトか、まあいいや、まあまあいいでしょう、十分稼いだ。ミッチェルセカンドサード、まあフリーダム出しとくか。余裕ですやね。あ、打つんかい。よいしょ。小山さん、ゲッツ難しくない。打たれる、あらら。クロムさん、おやすみ、いつもありがとう。あら、3連打、あらら、なんだこれ。小山さんの防御率が上がるでしょう。ゲッツある、取れない、取れない。ちょっと防御率が上がっちゃうけどしょうがないね。誰に投げてもらおう。広瀬さんかな。みんなまだまだ遊べるよ、まだまだ遊べる。30点は絶対超えよう、当たり前でしょ。打席回さないと。こんなところで終われんよ。雑談タイムって21点もやらないかんのやから、これをするかしないか大事。あと10点もやらないかんのやから、今日のおやつ、あ、今日はね、俺お菓子食べたよ。何やったかな。子供が食べよったやつ、なんとかグミってやつ。あ、な、何グミやったか忘れた。それと
俺のいつもの定番アミジャガを食べております。お菓子でもあんまり食べないんだよね。配信後にちょろっと小腹空いたら食べる感じ。普段はあんまり食べない。あとアルフォートのいちごチョコは食べたわ。アルフォートのホットケーキいいね。ホットケーキ俺シロップが大好きなんで、ホットケーキいいね。甘党なんでね。でも毎日みんなお菓子食べる？逆に。菓子パンね、菓子パンね。菓子パンみんなわかるかな？ピンクと緑のでサンドされたやつ、あれが好き俺めっちゃ。いや抜けるね。もういらんことすなよ。もう分かった分かった、よく打ったね。もう1手ゲッツで終わって勝てないんだから、どう頑張っても。残念だけど、はいはい。スッと終わろう。はい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 。よしランナー出ようね。まだ打てるよ。よしナビコよ出た。もろたねこれ。30点コース確定。アンリちゃん打たせる。ナイスバッティング。いやいやよく打つね。ベンチもいいですね。オキシロール。走る。もういいって、走るんだから牽制すな。もうはいはい。さあオキシここ転がそうか。うん。和樹さんこんばんは、来てくれた。おいラッキー。エラーかな君。エラーだね、うん、9回遊ぼうね。さあフリーダム、あ持ってきたね。 OK。まあこれは転がすですね。ナイスバッティング。転がさないやつ。いいねいいね。はい予定通り30点コース。小山さん代打。もういいね、ここは変えよう。ミッチェル出して。ミッチェル打てる？いや、まあ、クリボー。いや栄冠打たせるか。栄冠ねー。お前流しでいける？あ走れるかな。ちょっと待ってね。フリーダム走れるね。カード変える。センターね。 OK。 もう勝って落ちいらんからな。お前もうええって。もういいね弾き方。野球がお上手。走ろう。まだアウトカウントゼロだよ。まだ打てる。センターで抜けろ。よしヒット扱い。あーもうトンネルいらんかったな。まあいいわ。野獣先輩こんばんは、来てくれてありがとう。アウト。いやーアウトか。なめてんな。落とせよ。抜けるジョーさん。オッケー。走る。ジョーさん3といけるでしょ。いける。いやアウトかい。もうめちゃんこアウトなってんな3投で。もう攻めないでこう。もう打とう普通に。やっぱセーフティーで。あるか。転がせっか。ああ、終わっちゃった。
いやーでももう38安打打ってるからね、十分でしょう。栄冠守らすか、コービー下げるか、クリーボー出してない、サードキャッチャー、なるほど。じゃあこうやな、ベタなまネギ多め、これでいいわ。調査うまい。あ、そういえばあれやね、小山さんが抜けた後のエースキミコやな、キミコに投げさせとこう。やばいやばい、これね、ルミネート、ルミネリーは金直棒なかなか狙いのできない。ああまあモンスト厳選かな。金直棒俺も160年やって23枚しか集まらなかったからね、2022で全然集まらんね、ほんと。もう打たれてもいいし、まあ打たれないのか。いやー稼げたねこれ、野手の信頼度みんなマックスでしょ、1年生。あーテポドンは途中で変えたからマックスじゃないかな。ルミネは絶対マックス、38安打。あーいいね、テポドンが1段階しか上がってないね。さあ盗塁 B ゲット、ナイス、いいね。広瀬さんマックス上がってる、ルミネも半分上がってね、いいいいですよ。盗塁 B ナイス。マーチョさん釘は終了。俺さパワコロ早かったよね、1時間半弱で終わったよ、ゼロから。すごいよねあれね、結構早いよね。真面目を引いちゃうんですよね、黄色マスの不思議。神ですかね、ゴッドですかね。これも総合練習行こう。さあこのままぶち込もう。いやーここ引いちゃうんですね。あーこれは小山さん行くわ。あ一応アーカイブに残ってるよ、みんなと話しながらしてから。高評価14押してくれたし、ありがとう。リーさんナメコ強いぞ、広角持ってきてほしいんだよね。ナイス、村久もナイス、画面外。今回裏だね。小山さん952まで来てる。速球1回。あー点入らんか。速球2回目。打てない打てない、相手ランク見てなかったら一応見るか。俺の結構パワコロのスキル結構やばいと思うよ。 OK 一つでいい、ゲッツー取るか。 OK 速球3回かな俺、もう分からなくなった。現在春の選抜村岡さんもいいね、いい感じ。待って速球4回行こうか、これで。よし OK、 テポドン目立つなお前。顔がでかい。取れる、ナイスゲッツー、ヒットインドランしてるわ、調子こいて。打線よし、広瀬さんよく出た、ノーアウト二塁、クイックいい。あ B 強いね、結構強いね。3投はきついか、これはきついね。マーチョンさん早かったよね、あれボス一発で倒したけんね。さあセコムしてますか、行こう。よーし、ごちそうさまでーす。セコムしてますか、ゴーン、ね、ナイスバッティング。さあ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 使う、
ナイスバッティング。よし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 、一撃必殺やったね、最後のボスね。村久保さん見ててくれたもんね。さあ、ナメコ、ファイト使う。飛ばせ。あ、これアウトかな。おっと、ラッキー。ヒット、オッケー。ヒット扱いナイス。さあ、テボドン、お前、打率 2割に乗せろよ。ちょっと、お前、カードきついけど、やれよ。その顔で打て。発射オーライ。いや、危ねえ、ゲッツー崩れ。危ないね、今の。チャボビー。お、5割打ってるやん。えらいえらい。これはアンダー接続機に頼ろう。あー、まあ、犠牲フライになればいい。OK。あ、そっか、コビーが魔物使ったんやったね、これね。ただね、あと4点しか取れんから、チャボビーは走れない。ルミネもカードがきつい。あー、カードきついな、ルミネ。ここルミネスクイズ行くか。いや、流し行こうか。ジュネ出せる。きついな、三振臭い。三振だよね、やっぱり。やっぱり三振だよね、ここ。分かってた。ジンゴ。あー、よく選んだ。さあ、広瀬さんに満塁で回る。ここに絶対打ってほしい。満塁ホームランでもいい。広瀬さん打っていいよ。まあまあシングルね。ちょっと待て、ちょっと待てよ、ちょっと待て。これやばいね。ああ、やばい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 。これ張さんシングルやないとわかんねえ。ちょ、張さんアウトになってほしくないんで。うわー、これやばいな。センター6ホームランあるもんね。転がせいこう。これはしょうがない。待って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 待てよ。ちょっと待って、どっちにしろやばいな。まあいっか、ランナー出すこと祈ろう。小山さんが、ああ、やめて、危ない。 OKOK。 張さんさすが。あ、ちょっと待って、やばいね、これ。サードまで行く。あ、やばいね。三振三振、ごめん。次誰かな。村久保さんごめん。うわー、3安打打ってんの、3安打打ってんのね。村久保さんすまん。ここはでも代打出すか。代打出そう。村久保さん、ここ代打行くわ。ごめんね、すまん。ここはもう村久保さんすまん。せっかく3安打打ってるけど、チームのため申し訳ない。すまんね、村久保さん。何やってんのよ、お前。待って、走るわ。さすがにアウトやろ。 OK。で、テポド。よし、何点あげようか。まあ、19点でアウトカウント取りますか。雑談タイム。あやぷやさんあるよね。ちょっと俺寒い、ちょっと。しかも喉が痛い。あれ、俺風邪ひきようかな。喉が痛い。やばい、俺ちょっと喉と寒気がする。風邪かなこれ。嘘でしょ、やめて。雑談タイム頼む。いや、夜と昼の気温差が激しいよね。喉飴ある。龍角さん、でも喉飴舐めてるとこ音が入るから、配信終わったら舐めるわ、村久保さん。ペチャ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 言いながらやい。うん、大丈夫大丈夫大丈夫なんだけど。暖房つけた暖房つけた。
朝から8時まで出っ放しちゃったっけね今日ね。あとみんなさ雑談タイムやけど、第3回栄冠俺に輝く杯、今月のゴールデンウィークの29日から始まりますけど、まあ今まで参加してない方を優先したいので、もうね人数は実際は集まってるんだけど、一旦6名で止めてるんで、あと 4人参加できるんですよね。まあ強い弱いももちろん負けたくない気持ちもわかると思いますが、まあ、最低4試合もできますし、自分の選手の成績もね全部出るんで、うん、ゲームの大会やからね、ぜひとも楽しんでいただけると嬉しいけどね、ぜひ参加して楽しんでいただきたい。だから今来てるマーチョンさんとか第2回出てくれてるんですけど、また参加表明いただいてますけど、今一旦保留にさせていただいてます。今が私松と前回大会優勝者のコービー、そして持田さん、そしてキョムキョムプリンちゃんね、いつも来てくれる、それと佐藤さんかな、うん、の 6人なんで、よかったらね、特によくコメントしてくれるみんなはね出てほしいですね。楽しんでもらいたいですね。野獣先輩でも3年縛りやからなかなか難しいんじゃないかな。3年縛りは結構きついと思うね。ちょっと待って、テポドン走りたいな。ちょっと待てよ、ここチャボミ打てるかな。打てそうだね、7持ってきてね、打たせるわ。チャボミシングルでいい。いやー、ここアウトか。まあ、ルミネこれカードきついな。ルミネ代打行く、ごめんね、ルミネ代打行く。さあお祭りからの、うん、オキシ行こうか。さあな、持ってきた、オッケー。シングルない。村子さん、あとキャッチャーだけ。ああ、いやだから育成まだ29日直前まで大丈夫よ、チーム点数は。ナイスバッティング、オキシ。オッケー、俺なんかキャッチャー B で出たからね大会俺だけでしたキャッチャー B は。あー、三振か。オキシア残しておきたいね。まあフリーダム出すかな。まあ、外野守れなくてもいいんだけどね。広瀬さん、長嶋さんでしょ、大丈夫でしょ。ちょっと待ってね、テポドン。は？何これ。小山さん注目やったっけ俺これ。小山さん注目やったっけ。注目やったよね。うん、注目 OK。 ちょっと待ってね、は？ナイスキャッチ、危ねえ。スーパーキャッチだね今のB ダッシュ使った、ごめんズルしたわ。よう取ったな今の、えぐな今のスーパープレー。金徳つけて遊んで、俺も遊んでたやん、天生帯でよくわかる。は？
8回7回裏の攻撃は何やってんだ、嘘でしょ、7回裏の攻撃何やってんだ、もうええって茶番してるんだからこっちは。あ、そうか、これ相手 B か、相手 B だったな、だよね、ちょっとやりすぎましたね、ちょっと待って、相手 B だったの忘れてた、来いよ、あぶねえ、ワンアウト一塁、ちょっと待ってよ、クイックD、ちょマジこの回で追いつかんとやばいから、この回で追いつかんとやばいから、ごめんテポのも変えるわ、当たり前、クリボーがお調子もんだよね、クリボーごめんな、まあお祭りで、ええか、持ってこなくてもいいから打てよ、うん、打てよ、打てよ、超えてお願い、よし、危ねえ、危ない危ない、今の取られたらアウトやったわ、よう打った、さあ打てよ、フリーダム、シングルでいい、シングルでいい、そう落ちる、よし、もう大丈夫、もう大丈夫です、追いつけば怖くない、 A 冠ナイスラン、追いつけば怖くない、さあここから逆に7点取っていこう、あーと打てないか、小山さんか、いや転がせやけどな、この小山さん、何これ、あーいいですいいです、あー一応ランナー出そうか、ヒロさんでマッさんのこの育成法だとチーム全体の打力が上がりそうですね、うん、チーム全体の打力どういうことかな、まあみんなね、みんなもう強いから、大会に出る選手たちの野手陣はみんな強い、みんな強いです、一つでいい、 OK、 わーこれやばいな、これ抑えよ、危ない、まあ第2回大会はアーカイブで残ってるんで見てもらえば分かりますわ、24試合でホームラン120本やったかな、これ一番いいパターンですね、サヨナラ男もゲットのチャンス、広瀬さん出る、 OK、 さあ張さん決めていいね、もう張さんに決めてもらいましょう、全員出してやろう、あーもう岩井出す、もういいです、ショート守れなくて、よし張さん帰ろう、決めちゃおう、さよなら男持ってるよね、さよなら男、アベレージヒッター、アーチスト発動、いやーセコムしてますか、確定ゴール、グッバイ、マンモス気持ち、さすが張さん、お疲れさん、ナイスゲーム、全員出したし完璧やね、張さんええー、ねー、まあ、ちょっとあまりヒットは打てなかったけども、広角打法ゲットだぜい、ごっつぁんです、これは県大会でよしよしよし、さすが張さん、よし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 、これでかすぎー、
何よりもでかい。ゲー、完璧やね。逆転からの、ちょっと待ってね。まあ、これ牛歩ですね。もういらないの消していこう。いらない、マンツーマンね、チャボミ。はいはい、腕立ても遠投もいらない。効率下げんなバカタレが。道頓堀強いね。よし調子、さあ行こう。座禅で行こうかな。いや座禅で行こう。うん、まあこれは小山さんですね、しょうがない。ミスター降格いいね。いやこっからちょっと張さん無双モード行きたいね、2年で。さあ、ワンアウト一塁。まあ、伝令、ベタ生、いや、岩岩くん使おう。まあ、ちょっと速球を終わらしとこうかな。OK、速球1回。順調です。B ね、はいはい。小山さん、球速上がったっけ？上がってないね。はい、速球2回完了。 OK、 OK、 高評価15を押してくれたし、ありがとう。さあ1点先制、また裏ですね。速球3回、うわーそれ抜けるか、いいでしょう。速球3回ね、速球4回、これ終わらしとこう。打てない打てないピッチャーは、うんうんうん、はい、はい、速球完了。165で上がりますね、この試合で。さあノーアウト一塁、取れる、なめっこ飛べよお前。あーはい、ゲッツ、お疲れさん。はい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 、余裕です。もう打たれてもいいし打たれなくてもいい、どっちでもいい。はい、お疲れさん。打てないから、900超えてるんだから。点数入らんな、打撃陣。ツーアウト一塁、ちょっと待ってね、これちょっとフォアボール狙いたい。抑えるでしょうな。あ、打たれるいいね、打たれるのはナイス。指示回数を増やしていく。タスさん おやすみなさい、いってらっしゃい。さあルミネ打った、ルミネよく打つな、魔物ナイス。うん、カードが渋いなこれ、スクイズ行こうかな。うん、失敗する、最悪やね。でも小山さん打つ、広瀬さん2三振。これセーフティー行こう。よしヒット OK。 さあこの男の登場だ、そろそろ行っちゃおうか。高額打法もついたし、アーチスト高額打法発動、やります。張さん、いやー詰まってんね。いやそれ嬉しくない、そのエラー。ごめんなさい。うん、打点ゼロ。カード渋。
村久保さんまた2安打打ってるやん。素晴らしいね。4割5分乗ってるやん。センターでナイスバッティ。いいでしょう。3-3。あれこれ魔物、あ、小山さんで使ったか魔物。それやったら10点取りたいね。ここから粘って。さあコービー使う。わあカード渋いな。これコービーに任せよう。流しで。よし、オッケー。入るかな。ゴン。さすがうちの4番、唯一の3連レギュラーコービーゴン。まあ、7点取ったら最高です。さあテポドンが画面外ゴン。ちょっと待って、ルミレーよう打ってない。ルミレーまた打ってる。うわ、2安打打ってる。テポドンも初ホームランです。チャボミが打ってないな。あとね、これはそう、受けろ。よし、さあ広瀬さんカラーのよ。広瀬さんカラーのシングル、頼むシングル。あー、ゲッツはないでしょ。あるカービスターの操作できず。うわー、これどうしようかな。これまだ純潔だよね。これここでやるわ。ごめん、これやります。1失点増えるのはしょうがない。6回なんでここでやります。純潔だよね。雑談タイム。これマーチョンさんめちゃんこルミネに似てると思う。あのメガネかけてた頃よね。1、2年前の M リーグめちゃんこ似てる。マージャンファイトクラブやしね。しかもユニフォームとも合ってる。ただね、ここはあんまりナメプやめよう。ナメプやめよう。6点で止めとこう。次育てたい転生はまだ考え中です。もう強いとこ行きたいなと思ってるけど、一郎行っちゃってもいいかなと思ってね。ちょっとそこはみんなとまた相談して決めたいと思ってる。一郎行っちゃおうかなと思ってるね。厳選も時間かからんしね。何、あ、今三振か。いや、犠牲フライになってよかったな。いや、これは誰が見てもルミちゃんでしょう。同点まではやるわ、こうなると。攻めます。神と人間のハーフ、釈迦です。攻めます。3年目から攻めていく。よし、よく抑えた小山。 OK、 そう、出るよランナー。よし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 。さあ加藤君クイックC。ちょっと待ってね。AB か、走れんな。これはこれはちょっと走れんな。コービーダイソー出してもいいけど、ここね A 館行こうかな。走りたい。うわ、アウトか A 館で。マジか。うわ、これ痛いな今の。ジル打たせる。いや、今のトレーアウト痛い。ぶっちゃけ走力 C、 盗塁 C でアウトやったね今ね。投げんの早かったもんね今ね。
ここはしっかり稼いでいこう。小山さん星完走すると思うけどね。よし、ゲッツーはいらないけど取っちゃう。いや、ランナー出ない、ランナー出ない。いや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 、ランナー出ようよ。ちょっとランナー出ない。7、8回ちょっと待って、これ伝令使っとこう、もったいないから。取れんのかい、テボド。ちょっと待って、次誰から、村雲さんからか。なるほど、テポ変えとくからもう。うん、よし、よく取った。危ねえ危ねえ危ない。いや、もう経験値これしかもう溢れるから、これしかいらない。よし、よく抑えたぞ小山。OK、 よく粘りました。さあ、あとは打って終わるだけ。村雲さん頼むからシングルね。もう前でしょ、確定ゴール。帰ろう帰ろう、村雲さんナイバッチ、いいですいいです、マンモス気持ちいい。帰ろう帰ろう、お疲れさん。ちょっとベンチ出せなかったけどいいでしょう。うん、いい、よう打った、ナイスパッティ。小山さんが165に上がりましたね。 OK、 いいでしょう。室子さん、全然全然ええよ。はい、いや、がなんか、あー、テレビ局チャンスが全然ない。テレビ局チャンス全然ないか。いや、これさ、セーブしてなかったらさ、厳選したいんだけど、セーブしてなかったらこれやばいかな。今リセットするとペナ食らうかな、わからんのよね俺。これマス牽制したいな、これセーブしてないけんあかんよね、これペナ食らいそうだよね。一マスじゃ来ないでしょう。今これリセットしたらやばいでしょう、わからんもんね、みんなもわからんよね、わからんよね。行こう、もういい、ペナ食らったらもう大ごとやけん。小山さんよう来るな。小山さんもういいんだけどね、でもね、もういいんだけど、まあルミネもまだ早いもんね。小山さんもういいんだけどね、1、2年来てほしい、1、2年、2年生長さん来てほしいんだけどね。長さん全然来んね。よし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 、もうコールド関係ないから打ちまくろう。ルミネまた打ってるわ、よう打ってる。速球1回、オッケー。ゲッツーはいらんけどね、取っちゃうね。わかりました、オッケー。ツーアウトか、速球2回、170までなんとかいけんかな。速球2回ね。ルミレーまた打ってるわ、2の2。ルミレーやばいな打率、5割5分2厘、信頼度もまあいいわ。広瀬さんぐん抜いて上がってんね、なんだこれ。広瀬さんもう3分の2超えてるわ、やばくない。夏の決勝でめちゃんこ上がってる。使おう、
してたで。村久保さん、ここ打たないと。まあ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 、コービー取らせ。いやー抜けないね、ショート前。相手のショート前。小山さん1安打ピッチング。ルミレー3-3、嘘でしょ。ルミレーなんでそんな打つの。めちゃくちゃ打つなお前。何一体これ。使おう。いやーこれ自由に打たせる。あー打てないか。あしょうがない。ルミネーすごいね。さあノーアウトランナーはナイス。速球2回か、マチョさん。速球カウンター助かります。3回目。OK、 速球3回、速球4回、よし OK、 1つでいい。この試合でパーも上がらんかな。フォアボール、まあいいでしょう。オッケー、チャボイナイス。オッケー、いいでしょう。順調順調。さあ広瀬さん出る、ミスターの登場だ。走る。オッケー、広瀬さんもなかなか盗塁数いいですよ。さあ調査頼む、勝ち込んでやろうね。やれ。さあ皆さん成功もしてますか。ファールかい。ファールかい。あカードが変わる。あーカード変わんな。自由に打たせるわ。いやーまあ犠牲フライいいでしょう。いやーファールか今の。セコもしてなかったね。ちょっと待って、攻撃が少なすぎる。もう8回だよ。何やってんの。全然代打ライスを使えてない。ちょっとあかんあかん、これあかんあかん、マジで。ちょっとランナー出ろよ絶対。八裏一つでいい。 OK、 ちょっと待ってね。うわ打たれる。はあこれ相手 B やったっけ。いや C でしょ。弱い弱い、負けるわけがない。全然打てんかったね C なのに。5点か。いや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 、ちょっと待ってください。打てなさすぎやろ。いやいやいや弱い弱い、なんで打てないのこんなに。何やってんのマジで。お話にならんわこれ。いや冗談抜きでお話にならん。お話になりませんよこれ。いやマジでお話にならんこれ。お話にならん。同点策結構当たり前、当たり前です。無理無理、こんなんで終われん。ベンチ全然出せてない。お話にならんから。一応3年生の
切り札3人いるから。ルミちゃんからでしょ、ルミちゃんから代打、代打で行くから大丈夫。ルミちゃんちょっと打ってるけど代打ね、すまんすまん。ルミネ打ってるでしょ、3の3ね、素晴らしい。ルミネすまんね、ピッチャーも頑張ってもらって。うち裏だからね、ここはちょっと終われない、全員使おう、ここはちょっと終われんわ。でテレビ局前にまっすぐ OB がいないから22日に止まらんとあかんのよね、多分22日に止まらんと素敵な出会いが起こるから22日に止まらなあかん。ルミネも出しとこう、4番か、ちょっと怖いね。よし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 、もうあとは勝つだけ、普通に打たせよう。あー、これは転がしていこうかな。はい、抜けていく。小山さんも代打です。もういい感じ、行こう。有賀君クイックはいい、はい、もう勝ちました、もう勝ち、ダイソー出しとくか、もう勝ち、栄冠打てよ。まあこう送りバントヒットで張さんで決めたい、張さんか広瀬さんで決めたい。張さんでもさよなら男持ってたよね。あー、これも広瀬さんで決めたい。そしたら張さん持ってる、走ろう。さあ広瀬さん決めよう。センターで待とうか、もう一球待とう。満塁で張さん、ロマン、よし、場は整った、決めような張さん、いいよ、勝ち込んで、今度こそセコムしよう。これね、同点作戦勝ったら、これこういう場面で回ってきてないからね。張さん行くわ、自由に打たせる流し、行きます、やれよ。まあまあええでしょう、まあええでしょう、帰ろう帰ろう、シャバンは終了、そんなに喜ばなくていい、お疲れさん。いいですね、さすが張さん、流してないけどいいでしょう。何にもつかないけどいいでしょう。うわー、これさ、ここで止まらんと無理だもんね。どうしたらいいんかな、これカードは悪くないね、3で止まらんとね、素敵な出会いが起こるんですよ。21じゃこれ前に OB ないから3で止まらんとあかんね。ちょっと待ってね、打撃と投手いってないね、見下げかな。さあテレビ局1位を厳選します。張さん勝ち込んで欲しかったけどね、しょうがない。これ3やと怒らんはず。うわ、これがあるんか、これが絡むんか。履歴書はもういいわ、お米1個、ちょっと待ってね、もう買っていこう。これめんどくさいね、
雨は雨を買ってた。3やったら怒らんはず、経験上。チャボミ OK、 今セーブしたもんね俺ね。セーブしたよね、セーブしたよね。はい、あーミッチェルね、時を戻そう。ごめん、ここちょっとめんどくさいけど。雨7月20日、ありがとうマジャド、助かる、助かります。いいよ、あと2回しかできんね。あーこれがあるんか、ごめんね、もう返せないかんわ。補充補充、逆転の発想はいいわ、ごめん。あとは雨やね、やっぱり。もうおい、テンション下がらない。え、下がらんとこれ。え、今調子悪いってこと、清さん。超乗り、超乗りやけんね、なるほど。セーブ。さああと2回テレビ局チャンス&黙々タイムで、マーチョさん行こうか、黙々タイム。まあ、素振りも持っとくか、これかな。はい、よし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 、これはでかい。よしよしよし、日頃の行いですかね。ナイス、これ機動力いくわ、意外性担保で。なめこ盗塁、ナイス。村久保走塁 C、 ナイス。ニワトリは分かった。チャボミナイス盗塁 D。 コービープレッシャーラインいいね。エロホン分かった、勝手にヘスラして。ルミネ走塁 D、 ナイス、弱点克服。パリピプレッシャーラン、うん、走り回るんかな、お酒飲みながら。そんだけでも内容がいい、うん。倍番だね、 OK、 最高です、来ただけまし。オキシドール黄色マスの不思議を引いていく、感染使ったよ一応。いやこれ完璧ですね、ニワトリサ、あれやな、サポジ覚えないとね、バントついたね。さあこっからの合宿厳選、めちゃくちゃいい感じやね。あらプリンちゃんいらっしゃい、来てくれてありがとう、ストレッチで。メンツ、いやーこれは、ま、なめこなんだけど、なめこね広角欲しいんだよね、ないよな。なめこ阿部ひつけるか、あなめこがついたら継続するわ、うん、やめる。うん、エロ本にパリピ一緒になんな、お前らは。エロ本とパリピが一緒に来んなよ、やめろ、管理しとけ、縛っとけ、キニ。エロ本とパリピ誰か海に連れとって、連れてとって、いらない。いえ、最初の初日大事よ、頼むよ。はい、ルミネーナメコいいね、これいいやメンツ、ルミネーとナメコ。マーチョンさんとリーさん2人とも広角欲しい、2人とも広角欲しい。ここちょっと、ここちょっと頼む、どっちかでもいいけん、1個でいいから、ここ大事。
二人ともここ大事だよ。二人とも期待してる。ここは行こう。頼むぞ。ちょっと極悪タイム。ここは大事。一応なめこと見せよう。うん、なめこ盗塁エリーようになった。ルミネーも素晴らしい。もうこれ広角欲しい。二人ともない。あ、ルミネー、おいおいおい、一択だよね。なめこロボ持ってたっけ。ロボ持ってるけどいいわ、しょうがない。これ行こうか。二人とも広角あるし、これでしょ。行こうか。リーさん、マーチョさん、いいよな。これはちょっと2回チャンスあるから、もうほんとね、2人ともついてほしい。どっちか行こう。どっちかで、だけでもいい。福田さん邪魔すんなよ。はい。大変ついたのもいいんだけどね。これ欲出さない方がいいと思うけどね。やるか。なめこ持ってないもんな。あ、ここかかる。なめこがここについたらやろうか。うん、やり直そう。やり直しましょう。もうだけどパリピとエロ本が一緒に連れてくんなって言うのが。おい、ポリーちゃん海に連れて、今からこの二人一緒に来んな。お前らはバカタレがいらない。パリピとエロ本をね、連れてこないで、合宿に。許可してない、俺は。いらない。海に連れてって。いや、ここマジで頼む。頼む、頼む。ここ頼むって。ナメコかルミネーに降格を。コナミさん、よろしくお願いします。はい。初級丸飲みか。まあ、つかないよりマシ。これね、感染真面目引いてるからめっちゃ上がってるんですよ、能力。ね、すごいでしょ。2回目なんで、これ。コービーか。コービー2枠か。しょうがないね。まあ、マジョさんいいね。さっきは大変やったけど。全然いい。初級丸でも OK。まあ、その代わりメンツが悪いな。コービーはもう卒業するからね。チャンス上がってもな、コービー。勝ってほしいらんな。この辺はあんまり使いたくないんだよね。コービーね、もうチャンス B なんだよね、確か。これかな。クリボーのチャンスは、チャンス C かよ、お前も一丁前に。まあこれいきますか。あー、これはいいかな。もういやー、ちょっと待って、メンツが悪いなー。もうものそう、せっかくついたのに。ちょっとメンツが悪い。ここはちょっとしんどいね。コービーチャンス以外のところ持ってきてほしいんだけど。いえ、ダメ押し窮地。オッケー、勝ち。よし、張さん来た。これ勝ちでしょう。ね、これ勝ちですね。OK。やり直し大成功。調査何が欲しいかな。調査何が欲しいかよね。張さん正直チャンスも B やったでしょ。チャンス A になってるもんな。
調査盗塁も絵になったし、アウトコースヒッターあたりかな欲しいの。対ストレートも持ってるし、アウトコースヒッターあたり。おっ、ちょっと待って、投手力もいってる。あと打撃だけ。あー、これ、これ一択ですね。T 行くわ。チョウさん、オキシロール阿部ヒー違うな。小山さん来てるけどな。小山さんもいらないんだよね。もういやいや、そうブッブーやったらしょうがない。もうオキシロール卒業するから。ここはやり直ししよう。ルミネこんな、ルミネとチャボミ来てほしいんだよね。頼む、アウトコースヒッター。もうブッブーかー。雨、お、ルミネ来たね。雨使おうね。で、おにぎりも使おう。ルミネ何狙うかよね。ローボ対ストレートいいね。これいいんじゃない。怪我しにくさいらないけど、まあ、これもあるやね。総合練習もありだけど、ちょっと考えてて。マーチョさん、もうこれルミネ一択なんで、どれがいいかセーブします。いや、チョウさん、アウトハイボロボつかんか。星2なのに。マーチョさん、ダンベル了解、行こうか。いや、これ3年目の総合戦力じゃないでしょう。めちゃくちゃ強ない。はい、うん、ブップだから。あら、海に水浴びに行くんかな、にわこ連れて。もうええって、パリピとエロ本何回来るお前ら一緒に。こら、プリン来るやんか。まだ普通に海に連れて行けって言うのが。来んな、お前ら一緒に。毎回一緒に来るやんか、お前ら。舐めてんね、ほんと。3回目よ、ありえんでしょ。どういう確率な。にわこ連れてきたわ、今度は。いらない。さあ、ルミネ。ちょっと力が強くて、しっかりくくりつけて。はい、よし、ルミネついた。オッケー、ローボ。最後はちょっとあれやけど、もういいです。これセーブですね。最後はなんかついてくれればいいかな。うん、オッケーオッケー。まあ1日だけやね、つかんかったのは。いいですいいです。うん、何かしらついてる。オッケー、順調です。調査がちょっとつかんかったのは残念。あの日だけやね。あの日は忘れよう。うん、これはもうこれでいいかな。そこ練習でもいいけど、いや、これでいい。あー、いいです、もうついた。 OK、 いいです、十分十分。みんなありがとうございました。いい合宿になったわ。勉強、いやー、これ小山さんも普通に強えぞ、みんな。ワンチャン総編28いける、マジで。いけるいける。いけるいける。あ、もういってるやん。アイテムで2。違う。MVP で2。アイテムで1。ファームが7に上がるから。あ、もういってるやん、総編28。あら、いってますね、これ。余裕やね、プリンちゃんね。ワンチャンっていうか余裕やね、マジで。いや、マジか。行ってますもん。
いやこれリーダーも安心しとこう。いやマジ余裕でいってる。次のエースキミコやから。ああと打撃だったね、打撃だったね。あと打撃か、あ打撃やったね。パンチ栄冠はでも守備がいいよな。あーいい、ここはしょうがない。誰かがなんか覚えたよな、バント覚えたよね。お前外野は守れない、サポジ覚えとこう。アンリちゃんパワーいっとこうかな。そしたらナメコもこれミートいこう。チョウさんも肩でいい、溢れるからね。エロ本はミートでいいわ。村コモさんもこれパワーいこうか。うん、パワーいこう。球速でいい、お前も球速。岩井はパワー、チャボミはパワー、パリピもお前打撃力上げだな、パワー。ミッチェルもパワー、ルミネーミート、広瀬さんもミート、テポドンミート。 OK、 これでいくでしょう。うわカードめちゃんこええね。素振りでもうどうでもいい。うわー2引きたいね、どうせなら23か、まあ、次当たるでしょ8。うん、アイドルが消えていく。いやもういきなりアイドル引いてんのが神ですもんね、そもそも。さあ皆さん金得チャンス、パワープロ2023の栄冠ライン初の金得獲得なるか。頼むわコナミさん、パワープロ2022の栄冠ラインは160年やりました。たった23冊しか集まってません。頼むわ。マンツーマン、ルミちゃんトリックスター欲しい。はい、おいイエス、本塁打現金ゲットだぜ、初の金特ボーン、ありがとう皆さん、ごっつぁんです。よしよし、3連目でゲット、これは嬉しい。これは2022年もゲットできなかった本です。嬉しい、初本、初金特本ゲットだぜ、嬉しい、バンモス嬉しい、最高です。よし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 、ああ逃げ玉の上位だね。ああ総合連射残しておこうかな。牛歩ですねここも。ただもう時間が遅いんで、まあ、人も少ないしね、今日は警戒の動き。とりあえず今日はここで終わりますか。マッサージ、雨いつまでやったっけ。クリボー気さくに話しかける、いいでしょう。一旦今日はここで終わりますかね。また明日もやりますんで皆さん。いやーマジで嬉しいわ、初の金特本ゲット。あらどこで見ればいいんやったっけ、アイテムか。はい増えました、本塁打現金7冊目。3年目にしては順調じゃない金特。まあ普通の本が全くないけどね、まあいいんじゃないでしょうか。そして総合戦略もめちゃんこいい感じ、3年目でこれ結構やばいよね。で小山さんも最後の夏やけど959、いいんじゃない、最初の小山さんにしてはね。
めちゃんこいい感じ。8282ありがとう。後でツイートしておきます。ということで今日は一旦ここでね終わりたいと思う。いつもよりちょっと短いけども、まあいいんじゃない。ひろきさんも順調やし、うん、5割打ってるし、信頼度見て、信頼度広瀬さんやばない。盗塁もね15してるんですよ。まあ、まずはこの広瀬さん盗塁記録目指します、2023の方でね。で長嶋さんもちょっとね本塁打記録頑張ります。まずはね降格ついたんでね、県大会で。まあ熱盛でしょう。一応13本で1番打ってるし、まあ、なめこもいいし、テポドンもチャボビもルミちゃんもいいんじゃない。ルミちゃんも初球丸とローボついたからね、5割6分7厘素晴らしいよ。ということで明日は小山さん最後の夏の甲子園になりますね。うん、高評価19押してくれたしありがとう。あと1で目標達成、もし押してない方がいたらねポチッとなしてくれて嬉しいです。ではね今日はもう最高の金徳本ゲットができたんで3年目で、うん、嬉しい限りでございます。なんか流れいいんじゃない。いきなり最初のマネージャーがアイドルで、うん、総合戦力をあわよくば夏制覇したら完走いけるんじゃないかっていう感じじゃないね。うわ高評価21ありがとう押してくれた人、あわよくば総合戦力もいけるんじゃない完走ね。あわよくばね、あわよくばね、まあそこも狙いつつ、あとは勝率にもね こだわりつつやっていきたいなと思ってます。パープロ2022が9割7分だったんで、そこは絶対に超えていきたい、そんな感じでしょうか。はい、さあ最後の次回小山さんの最後の夏の甲子園なんでね、ぜひ、見届けていただければ幸いです。ではまた明日の生配信でお会いしましょう。みんないつもありがとうね。おやすみなさい。バイバイキーン。いやまさかの一発金徳本ゲット、流れめちゃんこええな本当に。うん、あわよくばこの夏本当にね総合戦力完走ありますせ、ありますせ、頑張っていこうか。いつもありがとうねみんな。バイバイキーン。2023シリーズもよろしくね。